チャーボくんゲームでございます。やっぱり2010やっていこうので、今回はですね、こちらの IM アーセンガチャから頂上アイコニックボムとパトリック・ビエラ先生でやっていきたいと思います。ついにビエラのメイン仕様ね、ちょっと遅れちゃいましたけどやっていくということで、ビエラやばいねこれレジェンドでもビエラやばいからね、思ってる方はね、ビエラレジェンドでもね、アイコニックでもね、スタメンの人多いんじゃないかな。この強さよ。ディフェンス面がもうフィジコン99、ディフェンス96、スタミナ98、アゲシオ99、能力やばいの一言で、ビエラはディフェンスでもちろんですけど、攻撃系もね、結構ボルコンドリ、ボールケープ、運べて、パスもうまくてね、そして決定力も結構高いという、これやばいな、ヘディング能力も高くですね、スピード、瞬発力もあって、キック力もあるんでね、ミドルシュートも狙えて、いやー、このね、中盤の選手、やっぱ決定力がね、80後半いってるのは厚すぎますね。ライジングビエラ決めたいよね。で、プレイスタイルがハードプレスと、いろいろビエラの動き見ながらね、早速、メイン選手をビエラやっていきましょう。レディフポイント。レッゴー。向上を引いて、フリット、クライフ絶好調。いいですね、スタメン組かなりよく、しっかりとビエラでね、得点狙っていく。まあでもね、チャンス自体はね、そんなに多くないと思うから、その中で頑張って、お相手がムバッペにフェリックス・メッシで、グティ行きましたね。デリフトにファンダイク、よろしくお願いします。お願いします。ビエラ行きましょう。ビエラで、頑張ります。まあ、得点はまあ、取れればいいかな。ディフェンスがやっぱメインのところになると思うんで。オッケー。クライフ。ビエラ。できれば逆。ただメッシ下げてますね。1枚かわせばあるねこれ。さあここで出てくるビエラ。オッケー、ビエラナイス、頑張ったアメリカンプー。ここで出てくるビエラ。オッケー、ビエラナイス、頑張ったアメリカンプー。ビエラの推進力、そして最後のもうゴリ押し、もうあれこそもうゴリ押しっすね。きたー、よし、スライディングされたって関係ない。うわー、ビエラ負けない、シュートシュートはちょっとね、アウトスピンイメージしたんですけど、ダメでしたね。取れそうで取れないやつ。オッケー、前半1ゾロはビエラナイス。なかなかね、ビエラのメインシュート難しいね難しい、なかなか。で、ここでパスアンドゴーで上げて上げて、そう、それでいい。ナイス、強っ。いやーっと、マジかー、エリクサス。いやー、足出てくるね、あそこ。さあ、ここはしっかりじっくり守ってきそうだが、ここでビエラが手を挙げている。これ、負けない。ナイス、アウトスピン。これ、負けない。ナイス、アウトスピン。ナイス、ビエラもうビエラのあのパワーですよね、ほんと。うわ、これはですね、オッケー、ナイス、ウトグッ、グオ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 ビエラや、なんかさ、自分で回収するっていう、もうヤバさね、この自分で回収していくスタイル。なんかキーパー出てるよキーパー出てきてるよ。オッケーいや、これね、この推進があるんで、やっぱビエラしかもこれ最後ね、アシストちゃんとしてるからね、これ多分。で、ビルコー、ナイス、好調。ドナウドの大周回にベイル、よっしゃね、ベイルにベン、あ、デンベレね、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、行こう。まあメインはやっぱディフェンス面ですけれども、まあでも動画のところでやっぱメインシュートだったら得点を取りたいんでね、ここは怖いが。 OK、 ライカールズで、ここ出してあげて、ここで上がれるんですよね。
いやービエラナイス、ここでしっかり上がれるぞ。うおオッケー、うわいしょーい、よしね、いいドリブル。これビエラ狙いで、いや行かないけどベルカンプー、ベルカンプナイスヘッド、まあ、ビエラから生まれたゴールと言ってもいいでしょう。来たー、ビエラアウトス、うわー惜しいねビエラ。オッケービエラポジショニング神、そしてここからカウンター、ビエラカウンターで上がります。キックフェイントしたつもりがなんかシュート系いっちゃったけど、ロナウド早くね、ちょロナウド早くない、これロナウド早いがキーパーオブラック、オブラックも強いと、プーション。オッケー前半終了かなこれ、よし前半1ゼロ。ビエラディフェンス面のポジショニングよくですね、さらに、まあ、点が取れればいいね、あと点取りたい。これをねビエラやばいでしょ、うわーファールか、結構足いい感じだけどビエラが怒られる。うわー来たー、ビエラなんか上がってるー、アウトスピン、ビエラ上がってるー、マジでなんか絶妙なところにポジショニングしてるよねビエラ。最後ディフェンス頑張ろう、いやー戻ってくれビエラ、戻ってくれ、オッケー、そのターン2-0、ビエラ戻りましたね最後。さあということでビエラね前半のところドリブルからね、まあ、この辺ライジング出て、ね、惜しかったりもしたんだけれども、このコーナーでね得点も取れたんでね、いやーいいですね。ラストも終わってきて、よーし OK 絶好調。最後さ、これビエラちょっとさらに面白いところ使おうかなと思うので、クライフのポジション変えようかな。でここで CMFQ をしていきましょう。ちょ高い位置のビエラも見てみたいので、そうだね、あー待って、ルベン・ディアスのとこはカマラで、相手のメンバー見れるかな、ムバッ、おウィリアン来ましたね、よしよしよし、よしということで、まあ、OMF 的な位置でのビエラどうなる、オーケー、ここはズレていくわ、カバーしていきたい。ビエラヒール、いやほー、いやー惜しいねビエラ、なんだ今の、いいライジング欲しい、いや今ライジングだけどね、 FP ルカクで見た覇気が出ましたね、相手を全員弾き飛ばすという。ここのコールクワ、いやえぐえぐすぎだろ、この位置のビエラもやばいっすね、なかなか。まあ、いつもはね、大体レジェンド UR とかと CM とか、いや、いいディフェンス。ここは注意。ムバッペ、こわ、え、あぶねえ、どうなった今。いやー、これね、抜け出してるんですよね、この辺。もうフォワードみたいだな。フォワードみたいになってるビエラ、えぐい得点力がさらに増した。しかもディフェンスもね、この位置結構やってくれるから、なんかあの位置よりこの位置の方が強いのかもしれない、上がりがいいっすよね。あとビエラ、いやズレをもろともしないと、うーこれはちょっと体勢悪いか、パスズレすらねビエラの AI で修正していくという、そう、もともとこの位置にいるもんね。さあここは行きましょうかな、うわ決まったビエラ、
きましょうかね。ライジングビエラ決まっていくというか、あれ入るの、あれ、あの位置、あ、ちょ待って、これはやばいやつやらせないぜ。ビエラハットトリック前半でいきましたね。やべえ、なんでろ。さあ、ということでね、ご案内も口内炎がね、まあ、喋り続けたらね、結構慣れてきましたね。ビエラのなんか攻撃力やばくないか、これ。いや、足長いな。足長え。今のももうビエラですもんね。いや、ここも上がってるもんな。いや、この後ただこれができるんだよね。なんだこりゃ。いやー、ということでビエラ4点目で、まあ4点もちょっと理不尽的なところあるけどね、あれ。はい、ということで、お相手が終わりの試合ですね、勝ちですね。ビエラ4得点目を奪った瞬間のね、いやー、ちょっとビエラ、あのポジションやばいな。ということで、今回、アイコニックモメントはビエラ目線でした。またね、いろんな選手使って試合の方やっていくんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。ビエラやばすぎてね、またやつがございます。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。スクープ。